志田選手のように何かを長く続けるにあたって大切だと思うことは何ですか？正直辞めたいと思う時期も何回かはあったんですけど、本当にここまで続けてこれたのは結構周りの支えだったりとか、そういうのに助けられたなって自分はすごく思って、また明るいニュースを持ってここに戻ってこれるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。前の監督だから、薬で歩いて、全部スケジュールしてるのちょっと顔出せるな。責任感が強くて、自分のことよりも本当に周りのことを思いやる気持ちっていうのが強すぎて空回りするところもあるんですけど本当に責任感が強い、存在です。大会はこれからも続いていくんですけど、12月にこうツアーファイナルズという大きな大会があって、その大会に出られる人はこう限られているんですけど、その権利を取るためにあと年内2大会いい結果を残してそのツアーファイナルズに行けるように頑張りたいと思います。